にちは、ホーズライフです。ご覧いただきありがとうございます。今日はキッチンのものを見直していきたいと思っています。前回キッチンの断捨離をしたのが今年の1月頃だったので約半年ぶりですね。この半年間で物が増えたのかというと、実は全く増えていません。だけど前回断捨離をしてからですかね、もっと減らせるものないかなって日頃から考えるようになりまして、そんな風に暮らしていたら、これいらないかも、よし後で考えようっていう後で案件がたくさん溜まってまいりました。今日はじっくりキッチンのものと向き合っていきたいと思っています。こちらが我が家のキッチンです。もともとはこの空間全部が真っ白だったんですが、2年前に自分で DIY をしまして、全体が黒っぽく仕上がっております。素人感があちこち見えると思いますが、あまり気になさらず見ていただけたら嬉しいです。早速ですが、後ろのキャビネットの一番奥から取り掛かっていきたいと思います。ここにはレシピ本とか化粧品、おもちくんのフードなどを入れています。ドアの内側にはティッシュや毎日飲む薬を収納しています。今日手放したいのはこのレシピ本です。結構な量がありますが、最近見ていない本がたくさんあります。手放す基準はこんな感じ。1年間開かなかった本、それから特定のページしか開いていない本、これは特定のお気に入りレシピのみ書き写して手放します。昔はお気に入りのページを切り取ってファイリングしていた時もあったんですが、今はお気に入りをマイレシピとして手書きで残すようにしています。10年後、20年後、少し分厚くなったこのレシピを開いた時に、ああ、私にもちゃんと積み重ねてきたことがあったんだなって、自分を励ます材料にできたらいいなと思ってます。次は食器を見直していきます。今日一番やりたかったのがこれです。前回の断捨離でもかなり減らしたんですけど、実はその時手放すべきかどうしようか悩んだものがたくさんありました。あまり使ってないけど思い入れがあるんだよなとか、使ってないけど形が好きなんだよなとか、でも前回は他にも手放すものがありすぎたので、悩んだらとりあえず残すというふうにしていました。そこから半年、実は前回悩んで残したもの、結局一つも使いませんでした。いやー、今回は納得して手放せる感覚がありますね。食器を手放す基準はこんな感じにしてみました。半年使わなかったもの、お客様用だけのもの、ついをなくしたもの、割れているもの、色あせたもの、ベタベタし始めた木製のもの、作りたい雰囲気に合わないもの、それでもミニマリストの方から見ると食器多いねって思われるかもしれません。私の場合は和食と洋食でお皿を分けているので総量が多くなりがちです。なのでその中でもなるべく減らすように工夫をしてみました。お皿の色を統一すること、同じお皿は2枚までというふうに枚数を決めて保有すること、私自身食べることが好きなのと、味だけじゃなくて雰囲気も味わいたいと思うタイプなので残すお皿には結構こだわりました。洋食の場合、海外のバルのような雰囲気を味わいたくて、
お皿はつるんとした白で統一してみました。以前は赤とか青って言った派手な色味も持っていたんですが、白一色に揃えたことによって主役のお皿がなくなりまして、センスがなくてもそれっぽく見えるようになりました。それから和食の場合、洋食とは反対で黒一色で揃えることにしました。私の好きな和モダンのレストランがありまして、そこではお皿が黒で統一されていて、洗練された雰囲気がとても素敵なんですよね。料理は真似できないけど、見た目だけでもと思って我が家も黒にしてみました。器の力ってすごいですよね。なんともない普段の食卓がなんだか一気にグレードアップしたような気持ちになれて、盛り付けの時間も楽しくなりました。もっともっとお皿を減らしたいという方は、洋も和も兼ねるようなお皿があると思いますので、そういったものを選ばれるのがおすすめです。次はここ調理器具を見直していきます。今日手放す基準は用途が重複しているもの、一度の料理でいくつも使わないもの、なくても問題ないもの。コーヒーメジャー、計量カップ、まな板、オーブンミット。複数ないと困るものもあります。例えば計量スプーン。レシピを見ながら料理することがとても多いので、これは大切に残します。次はパントリーの見直しです。海外ドラマで出てくるような大きなパントリーが欲しいなって憧れていたんですが、現実はこちら、小さな小さなパントリーです。食品の予備とか開封済みの調味料、コーヒーや茶葉など飲み物も入れています。麺類はこんな感じで種類別に保存しているので割とすっきり使えているんですが、こっちは開封したものと未開封のものがごちゃ混ぜになっております。これはまずいですね。今回後ろの引き出しに余白ができたので、飲み物のストックは移動させてすっきりさせます。これで飲み物系のものがひとまとめになったので、私としてはかなり使いやすくなりました。未開封のもの、開封済みのもの、ボックスで仕切ってわかるようにしておきます。本日の学び、闇雲に予備を買わないようにする。安いものを見つけると予備をたくさん買ってしまうんですが、私にはうまく管理ができないことが今回よくわかったので、これからはないと困るもの以外は在庫が切れてから買うようにしたいと思います。お次は保存容器とお弁当コーナーです。これも前回かなり減らしたんですが、他にも使っていないものを見つけたので手放していきます。ホーローの見た目とっても好きなんですが、だんだん手に取らなくなっていました。残った保存容器はすべて中身が見えるもの、それでいて電子レンジで温められるもの。使わなくなったものを手放してみて、ようやく自分の暮らしに合うものが見えてきた気がします。使っていない小物類も手放して、断捨離も終盤になってまいりました。4つ重ねていた容器が2つになって取り出しやすくなったり、引き出し1つ分の余白ができたり、今回手放したものはこんな感じです。物を溜め込みすぎていたなーって反省もしましたが、どれも無駄な買い物ではなかったなと感じています。やっぱり使ってみて初めてわかることたくさんあったんですよね。いい経験をさせてくれてありがとうという気持ちで手放しました。友人や親戚の家に嫁入りしたものもたくさんあります。最後、ついでに表に出ているものも少し整理をして、
今回の断捨離は終了です。手放す、捨てる、少し寂しい余韻を感じる言葉だなって思います。だけど実際に物を手放してみる、捨ててみる、そうするとやっぱり寂しさはあるものの、なんだもう十分満ち足りてたんだって濃い霧が晴れていくような、大切な何かが見えてきたような、心の奥がじわっと温まる感覚がありました。手放すことは今ある大切なものにスポットライトを当てることだったんだなって思います。物が溢れる恵まれた時代だからこそ、時々こうして今あるものを見つめ直すレーダーを発動させる。増やすばかりじゃなくて減らしてみたり、埋めるばかりじゃなくて開けてみたり、自分らしいバランスを掴んでいきたいなと思います。最後までご覧いただきありがとうございます。ホーズライフでは正解もゴールもない暮らしの中で考えたこととか感じたこと、等身大の形でお送りしております。隣のお家に遊びに行くような感覚でまた見に来ていただけたら嬉しいです。それではまたお会いしましょう。